次に、これからの時期増えてくるとされるのが食中毒です。特に今年は外食需要の回復傾向もあって、すでに去年を大幅に上回るペースで患者数が増えています。どんなことに注意すべきなのでしょうか。新型コロナ対策が緩和されるなど、徐々にコロナ禍前の生活に戻りつつある今、実はちょっと心配なデータがあるんです。それは食中毒。手洗いなど新型コロナ対策の効果もあって、県内の食中毒の患者数はここ数年減少傾向にありました。しかし一転、今年に入って患者数は増加。先月末までにすでに345人の患者が報告されています。新型コロナの感染拡大が落ち着き、飲食店を利用する人が増えたことなどが要因とされています。食中毒を出さないために飲食店も警戒感を強めています。時間を置いて、まあ、30分ぐらいですかね、流して私をする。旬な食材にこだわった料理が自慢のこちらの飲食店、開店前に訪ねるとまな板や包丁など調理器具の消毒を徹底していました。さらに、ものによって、管理する冷蔵庫を変えてます。で、こちらが、魚を管理する冷蔵庫で、こちらが、まあ、加工品だったりを管理する冷蔵庫になってます。食材によって適する保存方法が違うため、冷蔵庫は湿度が保てるものを用意し管理を徹底しています。これから夏に向けて、食中毒なども増えていきますので、それら除菌だったりとか温度管理だったりを徹底して、お客さんに安心して食べていただけるようにしていきたいと思います。そして食中毒は家庭でも起きます。必要な対策を郡山市保健所で聞くと、食中毒予防の3原則っていうのがありまして、食中毒菌をつけない、増やさない、それからやっつける、まあ加熱調理とかを言ってるんですけども、対策のポイントは3つです。まずは細菌などを食べ物につけない。そのために必要なのが手洗いであるとか調理器具の洗浄消毒っていうのを、していただくっていうのが重要になります。手洗いはもちろん、調理器具は洗って汚れを落としてから消毒するのが重要です。また細菌などを増やさないために、食材は買ってきたらすぐに冷蔵庫に入れる。これが2つ目の原則です。そして最後は、加熱不十分で、食べてしまうと場合によってはこう菌が残っていて食中毒になるなんていう可能性もありますので、生焼けはなくて十分にこう加熱していただくっていうのが重要ですし、細菌などは75度で1分以上加熱すると死滅するため、中心部分までよく焼けたかどうかを確認することも大切です。せっかくですから楽しくみんなでこう会食したいとか思うと思うんですけども、すでにやはり食中毒のリスクの方はちょっと考えていただいて対応していただければなと思います。